そういったわけでございまして、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。ギターフロンティアのゲイリー鈴木でございます。よろしくお願いします。今日はですね、ゴールデンウィークスペシャルということで、いつもの通常のギター紹介動画ではありませんので、その辺よろしくお願いします。ギター以外興味ねえんだっていう人はねもうここでやめく、ね、見ないで大丈夫です。で、ね、今日はね、ちょっと前から言ってますけども、ゲイリー中古車を買うシリーズの完結編でございます。ね、あの行ってきました。最初いろんなネット見て、あの一番遠いところではどこだ、名古屋とかね、名古屋もう軽く車中泊しながら行ってきたんですよ。ただやっぱりネットって、僕もこうやってネットで商売してますけど、やっぱ難しいよね。特に大きな車なんか、ほらネットでは写真では綺麗に見えるけど、実際行ってみたらやっぱりちょっと違ったとかね、いろんなことがあったんですけど、でね、せっかく名古屋に行ってきたんで、なんかお土産買っておこうと思ってね、実はこんなの買ってきた。ちょっと見て、味噌コーラ。今日カメラさん、Cさんです。はい、よろしくお願いします。Cさん、これ知ってた？初めて見ました。これさ、せっかくさ、これ今、本題の前に、ちょっとまず、せっかく名古屋行ってるんで、そうですね。俺も初めてなんですよ、これ。岡崎ってとこ、地名が、あ、岡崎だっていうかね。そこで、ちょっと飲んでみる。Cさんもちょっと紙コップで申し訳ないけど。まずは今日はですね、名古屋の味噌コーラを、味を、皆様にお伝えしたいと思います。さあ、まあ結果的に名古屋では買ってないんですけどね、名古屋ではレガシーを見に行ったんですけど、シーさんもちょっと味見してみて。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、いただきます。あれ、普通にコーラじゃない？うん、味噌感じる？いや、これ言われなかったら絶対気がつかないよね、うん、普通に美味しいコーラ。うん、美味しい。てか美味しいね。味噌感あります？ないない、ね、俺ほらそういうわけで最近さ、水か炭酸しか飲んでないじゃん、うん、コーラ飲んだの超久しぶり。激うまでしょ。うめえ体に悪いやつうめえ今ちょっとやべえな、うん、ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、さあそんなですね、名古屋の方に行ってきたんですけど、結局なくて、その後いろいろ僕のね条件がやっぱり仕事で使いますから、ワゴンね、で雪に強いということで、いろいろ探したんで、レガシーにしたんですけど、なかなかね、いいのなかったんですよね。で、もう型が結構もう10年以上経ってるし、もう走行距離ももう10万超えのが結構多く買ったんですよ。で、もう一回いろいろ探してみたんです。ワゴンで、まあね、ギターそれなりに詰めて、雪にまあまあ強くて、で、僕車好きなんで、そこそこ、やっぱり車好きの気持ちを満たしてくれる。まあ、ルックスもそうですし、やっぱエンジンパワーとかね。で、いろいろ検索してみたら、いいのがあったわけよ。そして、いろいろ検索したんだけど、なかなかないんです、僕が探したやつ。で、1台あったの。で、大分だったんです、それ。で、さすがに大分はいけないと思って、ネットでやり取りして、見積もり送ってもらったんだけど、ネット上で、乗り出し価格120万、130万だったかな。って書いてたんですけど、見積もり来たら200万だったんだよね。シーさん見たでしょ、あれ。見た。あれびっくりだよね。たまげました。いや、じゃあこれは無理だ、どうしようかな、やっぱり俺にはもうちょっと無理なのか、諦めて。この店がある裏にね、いろいろ車さんがこの辺あるんですけど、いっぱいありますね、ディーラーが、はい、歩いてたのね、本当歩いて、あ、 2分ぐらいだっけ、うん、もうかかんないかも。あるディーラーさんの脇にこの十数台だけこう中古車を並んでたのね。ただあったわけよ、買いました。だからもう、ということで早速こちらの動画を見てください。どうぞ。はい、そういったわけでゲイリー中古車を買う、なんといきなり買ってしまったのがこちらです。出ました、新潟の、これボルボのね、新潟、正規代理店でボルボか新潟さんで、中古車もね結構やってるんですよね。今常時何台ぐらいでしたっけ？15台ぐらい。さすがに私新車は無理でしたが、なんと100万ちょっとで中古車買えたんです。それがです、これです。すごい、ほら V60T5、 これ100万円に見えませんよね、担当さんね。そうですね、頑張ってご用意させて、ありがとうございます、はい、ですからあれですよね、皆さんディーラーさんというとちょっと敷居が高いなと思う人も多いと思うんですけど、意外と探すとお手頃の中古あったりするんですよね。こちらでございます。私も中古ギター専門でやってますので、
頑張って、これからも中古ですけどすいません、また頑張って買います。そしてなんと今回ね、こんな100万ちょっとの車なのに花束くれるんですって。はい、もちろんでございます。ありがとうございます。じゃあ、はい、いただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、はい、僕を映してください。はい、はい、いただきました。はい、おめでとうございます。これからこのゴルフティーバイで皆様の宅に出張買い取り行きますので、はい、結構ペース入りますからね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、こちらのですね、ボンネットを開けたこのフロントガラスと、ここの なんていうんですかね、このプラスチックっていうか、この樹脂のここがね、この今回の個体はまあまあ綺麗なんですけど、これどうしてもこう経年変化で白っぽくなってくるじゃないですか。そこをね、出ました新越シリコンね、新越シリコンを、ショップタオルなんかにこう染み込ませて、これで拭いていきます。そうするとどうでしょう、ちょっと分かりますかね。だいぶ黒々と黒光りしていくんですね。この辺のワイパーブレードのところもね、こうやるといいですね。こんな感じでしっかり染み込ませるといいましょうかね、しっかり磨いていきます。さあ、エンジンルームなんですけども、最近の自動車はこのエンジンがこうカバーかかってますよね、こう樹脂製というんでしょうかね。でこれもね、やっぱり経年劣化でもう真っ黒じゃない、まあ、これ今回の車はそんなに、まあ、傷んではいないというかあれなんですけど、でもやっぱりちょっとね、黒光りはしてないですよね、ちょっと やや白っぽいというか、ね、この辺も新越シリコンで磨いてみましょう。一応新越シリコンを塗りましたら、そのまましとくとね、やっぱりちょっと油ぎっちゅうでホコリとかついちゃいますから、ウェットティッシュでしっかり拭き取ります。この辺はね、ハードケースを磨き方と同じですね。新越シリコンを塗布してからウェットティッシュでちょっと取るという感じでやってください。あとこういったところですね、ドアミラーの付け根のここも樹脂ですよね。そしてこのモールね、この辺の黒いところもちょっと新越シリコンでちょっと磨いてみたいと思います。はい、じゃあ見てみましょう。どうですか、これカメラでね、この最初の時点とこの磨いてからの違いがちょっと分かりにくいと思うんですけども、だいぶこう綺麗になってますね。めちゃくちゃもう新車のようですよ。こちらのね、ここですね、付け根のところも、あとここもほらちょっと 逆光でめちゃくちゃ黒々としてきました。これやっぱり新越シリコン効きますね、おすすめです。はい、続きまして、中古車買ってやっぱり気になるのがこのヘッドライトのくすみですよね。ここちょっと分かりますか、ちょっとこう紫外線によるくすみなんですけど、これをねちょっと研磨剤で取ってみたいと思います。さあどうでしょう、もうだいぶ取りましたよ、ほらほぼほぼ分かんないじゃない、素晴らしい。まあ、実はね、このやり方は、まあ、一応取れるんですけど、それなりに、まあ、また時間が経つと紫外線なんかで汚れてきますんで、本格的にやる方はまた別の、ね、サイトで検索してください。ちなみにこれでね、このままだとまたあれなんで、今さっきの新越シリコンを軽く塗っておきました。今回使ったやつはこちらですね、ホルツのコンパウンド、それと出ましたピカール、2種類使いました。こっちが粗いです。こっちでやって、こっちで仕上げかな。まあ、本格的にやる場合はもっと違うんですけど、まあ、これだと誰でもね、どこでも買える商品で簡単にできます。ちなみにこのね、ホルツのコンパウンド、ここ、欧州車特有のこの、なんていうんですかね、クロームのモール、これどうしてもちょっとね、白っぽくなってくるんですよ。サビとは違うんだ。サビなのかな、鱗的な。これもこれでだいぶ取れてきます。まだまだね、これ状態いいので、そのうちこれやってみたいと思いますね。あ、この辺ちょっと白っぽく鱗出てるか。軽く今度やってみますね。それでは乗り込んでみたいと思います。ボルボ V60T5。素晴らしい。このメーターがですね、分かります、これデジタルメーターなんですよ。そしてカーナビ、そしてこう見てください、センターのこのこれウッド調ですかね、ウッドじゃないのかな、でもすごく
高級感あります。これはねギター好き特にあのね木目フェチにはたまらない内装だと思います。ちなみに今日は後ほどカメラ撮ってもらいます。Cさんです。はい、よろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね、はいはい、まずこっちからの運転席からの見た目ね。これここもウッドパネル。さあじゃあカメラ交換交代です。はい、じゃあまずはシートベルトをして、皆さんもシートベルト何してからね。じゃあエンジンここですね。スタートボタン、お一発でかかる。さあこの液晶メーターがいろいろね変えることができるんですよ。まずこのテーマっていうところを選んで押すと、今エレガンスってなってますね。これ下のエコにするとこんな感じで、下のパフォーマンスっていうとほらこんなかっこいい、ほら赤になって、でさっきまでスピードメーターを表示してたところがタコメーターで、スピードはデジタル表示。もう一回これがエコね。エコ右が何だろう、右がタコメーターかで左がエコメーターみたいなで、エレガンスがこれですね。これだと、スピードメーターで、右側がタコメーター。やっぱりあれかな、これかな、パフォーマンスかな。これほら、おかっこいいかっこいい、この設定にしておきます。ではリアシートに乗り込んでみましょう。よいしょ、ちょっと閉めますね。リアもね本革、黒の本革で豪華ですね。いやすごい、多分これリアシートあんまり人は持ってなかったみたいで、めちゃくちゃ綺麗です。これは7年落ちの車とは思えません。リアもこちらの方にウッド調パネルになっていて、ここねアルミ調になってます。ここにエアコンの吹き出し口があるんですね、ほら左右。でここの今座ってみましたけど、今フロントシート僕がちょうどいいようにして下げてるんで、それでもねこう膝がほら拳1個楽です。ちゃんとへこんでますからね、はい、ポケットもついていて、で頭もね結構余裕です。僕ちょうど今座ってるんですけど、拳1個1個半ぐらいかな、余裕です。リアシートやっぱりこの辺ワゴンはやっぱり広いね、はい。そしてこのセンターアームレスト、あ広い広い広い、カップホルダー、小物入れというかテーブルにもなりますね。これいいですね。そしてこれなんだろうね、あこれヘッドレスト上げたり下げたりこれできるんです、これでね。でこれなんだ、ん、あ硬い、あなるほど、これ閉めてここだけこうやって長尺物入れることができるんですね、これね。すごいな、足元広し、これは電源、これなんだなんだ、ここ何もないよね。さすがに現代の車後ろにハイザーとかないですもんね。はい、どうでしょうか、非常にリアシート広いです、めちゃくちゃ広いです。でリアシートから見た、フロント運転席周り、やっぱこの何度も言いますけどウッドパネルがやっぱりねギター好きにはたまりませんよね。はい、今気がついたんですけど助手席の後ろ側、このレバー2つついてるんですよ、この足で今踏んだら、このほら助手席の背もたれがこれで、あ踏むんじゃない、こう引くとほらバタンとなって、でリアを全部倒したら もっと長いものが積めるってことですよね。これもまた便利ですよね、素晴らしい。はい、室内なんですけどシートを倒すとほぼフルフラット。そして見てください、このギブソンのケース、これでかいですよね。これがここの入り口ぐらいはもう横に入るんですよ、余裕で。今これネットのあれがまだ外してないんですけど、もうちょっとこの辺から乗っけられますんで、だから1、2、3で、ここだけがちょっとねタイヤハウスの出っ張りがあるんで、ここ無理なんだけど3、4、5、6、だから10本、 こっちにも入るから余裕だね、ハードケース10本。ギブソンのハードケースでかいんで、はい、ちっちゃかったらここも行けますし、ええ、ちょっと立てたって言うと、もうこれが1、2、3、5本ぐらい余裕ですね。これ、うん、ダブルで行くから、まあ、10本は余裕だね。そうですね、あもうそれちょっとまた受けるんで、はい、ということで結構これ積載量はギターを運ぶっていうことであれば結構万能かもしれない。バンバンですわ。はい、
はい、それでは走行インプレッション、ちょっとした自動車ジャーナリスト気取りでございます。芸術好き。まずこう出だしね、めちゃくちゃ加速いいです。これはあの直列4気筒 2000cc ターボなんですけども、最高出力が245馬力ですよ。石井さん、わかります？245馬力。いや全然わからない。めちゃくちゃパワーが、ちょっとしたあのちょっとまあ一昔前の国産のスポーツカーですよね。本当に245馬力って言ったら。さあ、そしてどうですか乗り心地、石井さん。最高ですわ。こう出だちょっと走った時わかりますよね、うん、なんかすごい重厚感があります。さあ、そしてちょっとこの道を、さすが今日はあのゴールデンウィークなんで混んでますね。混んでますね。さあ、決して法定速度以内で走ってますのでよろしくお願いします。さあ、ちょっとだけ踏んでみますね。ほらやばいっしょ。あ、加速もいいですね。一瞬ですけど、はい、素晴らしい。わかります、いい感じです。あのさすがにこのタイヤが18インチなので、今路面がちょっと粗いアスファルトでしょ、多少拾いますね。どうしても扁平率がやっぱ40かな、これだと。最近僕思うんですけどね、あの国産もそうですけど、どんどんタイヤって径がでかいじゃない、はい、もう18インチ、19インチ、下手すともう20インチの車もありますけど、正直どうなんだろう、この車で18インチも必要なのかなっていう、まあ、疑問はありますけどね。なぜならばタイヤが高いからですよね。さあ、そういうわけでカメラさん、そっちも映してやってください。はい、今ただいま当店をギターフロントに出まして、こちらがですね、左手に新潟県庁が見えてまいります。こちら新港庁十字路、左ほら、でかいですね、県庁でございます。見えなくなっちゃいました。見えなくなっちゃいました。すいません。これ素敵な公園がありますね。さあ、この今橋を渡ります。天気抜群ですね、Cさん。はい、暑いですね。これ何、人が見たら完全にドライブデートですよね。仕事ですから。ほら、どうですか、景色も見せてください。あちらに見えますのが弥彦山と角田山ですね。見えるかな。はい。まだ走り出して本当に 1,2 分なんですけど、どうですか、Cさん、乗り心地の感じは。いいです。若干のやっぱりこのさっきも言いましたけど40のタイヤ付き合い感が若干あるね。うんうん、そうですね。でも加速いいじゃないですか。加速は素晴らしい、ね、素晴らしい。今ノーマルモードなんですよ。これあのマニュアルモード見てください。これをシフトをこっちにやると上でプラス下で、でもちろんここバトルシフトです。ここ見てください、はいはい、ここでシフトアップシフトダウン、まあ最近これも常識ですよね。はい、こういうこともできます。さあ、そして装備がね、この時代だとまだボタンがいっぱいあるんですよ。これあの正直今この V60Q モデルになるんですけども、現行モデルですと、まあ、最近のベンツもそうですけど、これでかいほらタブレットみたいになって、そこで全部タッチパネルなんですよね。ただこの僕はね、やっぱ昔の昭和の人間なので、このいわゆるこの物理的なスイッチといいましょうかね、こういう触ってあるいは回してっていうのが僕は好きだな。特にやっぱり僕ほら、まあ、こういう商売してますからっていうわけでもないんだけど、音楽好きじゃない、はい、あの絶対車で乗ってる時は今消してますけど、やっぱりロックかけてるわけですよ。そうするとボリュームってやっぱこの物理的なこういった回すやつがいいんですよね。今なんか落ちてきました、サングラスが落ちてきました。ちょっと、あ、そうそう、今ちょうどいいタイミングでサングラス落ちてきましたけど、サングラスって車運転するときどこ置いたらいいから困るじゃない、はい、でよくあの国産車ですと意外とこの辺にサングラスホルダーがあるんですけど、外車意外とそういう小物入れ少ないんですよ、はい、と思ったらね、このボルボってこの分かる、ここパネルの後ろ、わー、開いてんすよ。ほんとだー、ここにね、こういろいろ置けるんですよ、ちょっとした携帯とか、ね、これがいいですよね、素晴らしい。そしてね、ここがドリンクホルダーなんですけど、わかります、こう夜になるとこの、ね、リングのとこ電気つくんですよ。そしてね、ちょっと片手でやってみて、実際動きほら、めちゃくちゃいいでしょ、うんうんうん、滑らか、めちゃくちゃ滑らか、はい、この辺、じゃあ C さんと一緒に今新潟の浜にね、海にやってまいりました。さあ、じゃあご紹介しましょう、こちら、今回ゲイリー中古車を買う
ボルトの V60T5 です。いかがでしょうか。全体的にこの黒のメタリックですね。非常にこれ、7年落ちなんですけど、どうですか、シーさん、程度は。すごい綺麗。いいですよね。いい。まあ、走行距離が6万8000走ってるんですけど、まあまあだと思います。そして先ほど、ね、インプレッションでお伝えしました、18インチ40扁平タイヤ。ね、やっぱでかいです。もうちょっと一昔前のスーパーカーですよ、もうタイヤのサイズ的には。235ですか、235。これ今何入ってる？横浜入ってますね。でも目がもうほぼないんですよ。もうそろそろこれ即交換ですね。はい、23540ですね。 R18。 はい、でテールこんな感じね。かっこいい。これです。ここがポイントね。 T5、 これあの D4 とかいろいろディーゼルのやつとかね、あと T60 のかな。はい、そしてこんな感じね。ちょっと後で店戻ったらあのギターケースでやりますけど、とりあえずゲート開けてみましょうか。シート倒してない状態でこれだけ広いんですよ。ほら、シート倒してなくてもこれ横にね、ハードケースそんなでかいもんでなければ入りますのでいいですよね。そしてこれがでかい。こうなります。そして慣れないとですね。ここ意外と便利。いいですか。ここを開けるとほら、ここフックついてるんですね。でスーパーのお買い物袋ここに引っ掛けて物を このバンドでほら固定すると、あら便利。なんかよくスーパーで買ったものはコロ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 ならない。これを防ぐというね。これは意外と便利です。でこちらの方に12ボルトの。ね、ソケットもついてます。至る所にフックがついてますね。でこちら開けると、はい、こんないろいろ小物が入れられますね。この下は、あ、工具、あ、見て、なんかすごいの入ってる。何ですか。あ、パンク修理キットと、あれコンプレッサーですね、これ。すごい、すごい。これジャッキじゃないんだ。すごいすごい、すごいわ。すごいですね。これでも一回も使われてない雰囲気ありますね。めっちゃ綺麗ですね。前のオーナーさんこれ多分ほとんど使ってなかったのかもしれないですね。素晴らしい。素晴らしい。ただあの一つだけ残念なのが、こちらあの旧型は閉めるとき手動なんです。現行モデルはもうギュッとやると電動です。そしてね、こういう取っ手がね、こっちにあるの。こっちにある、ね、なかなかすごいですね。あんま見ないですね。こっちにはあるんだけど、こっちにないんだよね。これやっぱせっかくなら両方つけてほしいんだよね。はいはい、あとこっち電気がある。電気するよね。はい。そしてこちら、わかります？ここにカメラがついてます。はい。はい。はい。さあ、いかがでしょうか。全体ちょっと、海をバックに。いかがでしょうか。かっこいい。素敵ですね。ありがとうございます。かっこいいです。ありがとうございます。そしてこちらご覧ください。はい、この7年前ではもう割と進んでたですね。レーダー、ここにレーダー入ってますね。はい、前との距離、車間距離の測ったりする、はい、ここにレーダーが入ってます。はい、かっこいい。どうでしょうか。ゲイリー中古車を買うシリーズ、次回はですね、何年後になるんでしょうかね。次回また何年か後にゲイリー中古車を買うシリーズで皆様とお会いしたいと思います。それではまた、ごきげんよう。はい、いかがだったでしょうか、ね、ゴールデンウィーク特別企画、ゲイリー中古車を買う完結編ということで、私もですね、皆様のおかげで毎日コツコツね、ギターを磨いて19,800円の家だからで、コツ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 お金を貯めてやっと買いました。100万ちょっとか一生懸命貯めてですね、買いました。で今回あの車でね、結構入るんで荷物も、皆様の、お住まいのところ、まあ、
いつも言ってますけど、まあそうだな、日帰りでギリ行けるようなとこが、まあ、まあ大体そうだな、名古屋とかの辺まで行けるのかな、まあ言ってください、相談乗りますんで、で頑張っていきます。もちろん今回の車ですとマックス10本ちょっとだと思うんですけど、まあエレキだともうちょっと入るんでしょうけど、ケースがなければね。あのもちろん前回ほらちょっと前にやったじゃないですか、あれ高崎だっけ、高崎です、ね、あの時は33本か、はい、あまあそのぐらい、もう正直ね15本以上は厳しいかな、あれですよ、レンタカー借りていくんで、はい、いつも僕近くのねレンタカー屋さんで、はい、なんだっけ、ボンゴ、ボンゴ版、俺最近ボンゴ見て、はい、おっ見るね見ますよね、俺こう普通に走っててボンゴ、おっなんか俺友達みたいなもんね、おボンゴ頑張ってんなみたいなね、だそういう意味であのレンタカー屋さんありますんで言ってくださいということで、あの全国の皆様、あの使ってないギターがありましたら、ぜひ私ゲイリー鈴木にギターフロンティアにとりあえずご相談だけでも一つよろしくお願いしますということで、今日の動画いかがだったでしょうか。直接ねギターとは全然関係ないんですけども、でもうちのお客さん結構、シューさんね、ギター好き、バイク好き、車好き多いよね。うん、多いです、多いんですよ。ですからあのこの間もね、最近ほらいろいろまたほらいろいろ言われんじゃん俺って結構、はい、あのいや言われるから、あのギターと関係ないことはまああげんのやめようかなったら、常連さんがいやいや楽しみにしてるんで、その車のネタやっとかせよって結構何人も言われたんで、今回は思い切って、アップしてみました。皆さん意見いろいろあったらいろいろまたねよろしくお願いします。ということで本日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。